知らないよ、そんな。あれ、会ったことないっけ。ないよ。ないっけ。ないって。結構背高くってさ。あれ、会ってないか。そいつもさ、桜の園見行きたいって言ってんだけど。じゃあ連れてくれば。やだよ。どうして。あいつ節操ないんだもん。この前もサークルの中でさ、ダメだよ、俺一人でこっそり来るから。なんか急に眠くなってきたな。だからどっか入ろうって言ったのに。制服で入れるわけないでしょ。関係ないって。ある。魚の園ってどういう話なの。全然知らないの。全然、一言じゃ言いにくいな。かいつまんで言ってよ。かいつまんで。うん。結構さ、話は単純なんだけど、なんか込み入ってんだよね。なんだよそれ。だってそうなんだもん。あ、え、犯人バラすなよ。桜の園に犯人はいません。うん、そうなんだ。全然分かってないな。だから全然分かんないって言ってるだろ。とね、桜の園っていうのはアントン・チェーホフっていう人が書いたお芝居でね、舞台はロシアの田舎、周りから桜の園って呼ばれている大きなお屋敷があって、その持ち主は没落している貴族の女主人で、この人をラネフスカヤって言うんだけど、娘が一人と幼女が一人いるんだけど、昔からお嬢様お嬢様って周りがチヤホヤして育ててきたから、金銭感覚がなくって、お金が底をついてしまってもまだパリに行ったりして無駄遣いを続けているの。ちょっと何してんのよ。分かったって。ダメ。吸わない。ダメ。それで。え、続き話の。ああ、でね、その女主人がパリから帰ってくるところから始まるんだけど、昔そこで働いていたロパーヒンっていう商人がね、見るに見かねて、この桜の園を潰して別荘を建てればなんとか暮らしていけるからっていろいろ世話を焼いてくれるんだけど、女主人にはピンとこないの。借金は積もっていき、とうとう競売に桜の園がかけられちゃうんだけど、それを競り落としたのはなんとその女主人のことを一番心配していたロパーヒンだったっていう話。そう。わかった。面白いのそれ。うん、面白いんじゃないの。だって有名なんでしょ、チェーホフの桜の園って。うん、聞いたことあるよ。うん、読んだことないけど。よくわかんないけど面白いんだと思うよ。うん、誰が選んだのこれやろうって。毎年ね、創立記念日にやるの、桜の園。そういう習わしなんだこの学校。まあ見に来るけどさ、10時からだよね。うん、10時か。今何時。ん、8時10分前。8時10分前っていうと7時50分。そうそう。ああ、そろそろみんな来るな。帰った方がいい。うん、ごめんね。なんかどこに止めたの。ああ、あそこのさ、あ、こっちか、グランドの横の一通。あ、また違法駐車だ。うん、大丈夫だろ。この前もそう言ってて罰金取られたでしょ。あれはさ、あれだったからだよ。何よ。大丈夫だよ。んな、日曜の朝からパトロールなんかしてないって。ちょっと、あとつけないでよね。みんなに気づかれるでしょ。わかんないってそんなの。わかるわよ、みんなそういうとこすっごく敏感なんだから。わかってないな。はいはい、わかりましたよ。じゃあね。あ、ちょっと待って。
香りは全然出ないの？何に？演劇。ああ、うん。通行人とかでも？舞台監督が舞台に出たらしょうがないでしょ。へえ。舞台監督って舞台に出ないんだ。出ないでしょ、普通は。大変だな、そりゃ。分かって言ってんの？本当に。分かってるって。じゃあね。バイバイ。うん。部長。おはよう。ずいぶん早いのね。なんか緊張しちゃって。私も。何時頃来たの？ちょっと前です。8時ぐらい。ええ。いや、なんかずいぶんイメージ変わっちゃったなって。似合わない？いえ、いいですよ、とっても。昨日の夜やっちゃった。ジョーマルさん。はい。サンドイッチ食べない？朝ごはん食べてきたの？え、まだですけど。じゃあ一緒に食べよう。はい。三色サンドとポテトとツナ。三色サンドはね、ハムと卵とフルーツ。好きなの取っていいよ。いいんですか？うん、いいわよ。フルーツ？いや、これ取ったらちょっとずずしいやつだって思われますよ。どうして？だってこれ食べたくって買うでしょ、三色サンドって。じゃあフルーツは半分こにして、あと何がいい？じゃあね、ハムください。はい、いいよ。でも飲み物ないんだ。あ、冷蔵庫にあったかな。じゃあ私ちょっと買ってきます。あ、いいです、いいです。ちょっと行ってきます。いってらっしゃい。先輩。ん？それ芝居のためにしたんですか？うん、そうでもないけど。じゃあ芝居終わってもそのままなんですか？うん、そのつもりだけど。周囲の圧力にめげるまでこのまま。でも分かんないわよ。結構くじけちゃったりして。別にいいんだけどね、どうなっても。上の短大行くわけじゃないし。え、清水さん就職するんですか？ううん、大学は行くけど、ここの短大じゃなくてよその大学。短大楽勝でしょ？だって清水さんだったら成績いいし、部長もやってるし。ここの高校のほとんどがさ、上の短大行くでしょ、エスカレーターで。せっかく大学生になってもまた周りは知った顔ばっかしだし、もういい加減飽きちゃったんだよね、そういうのって。どっかさ、全然別の全然知らない人ばっかりいる大学に行きたくなっちゃって。ああ、それわかるな。でしょ？そういうのってありますよね。あるよね。東京行くんですか？うん、まだわかんないけど。いいな。別に東京がいいってわけじゃないんだよ。でも出れるか出れないかってなんだか大きな感じしません？うん、
まあそういうのもわかるけどね。あ、ひょっとして桐友とか演劇家でしょ。じゃあ玉川教えない。玉子な、ここまで振っといて。おはようございます。清水さん、どうしたんですかその髪。誰がいいのか止まっちゃった。なんで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 。ちょっとね。どうしたのよそれ。清水さん、パーマかけるとこんな感じになる。すっごいイメージ変わった。どういう。なんかね、大人っぽい。そう、大人っぽくなった。ほんと、すっごい似合ってる。ねえ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 、清水さん、これどこでやったの。川上美容室って知ってる。川上知ってる。川上って宮前の。そう、宮前の。嘘、私いつもそこ。でもさ、それヤバいんじゃないの。ヤバいかな。先生に見つかったらなんて言うの。切ってこいって言われちゃうかもね。でもさ、これ切ったらすごいショートになっちゃうよ。だったらさ、ストパーはストパー。パーマしてストパーだと髪の毛すごい溜むんじゃない。あ、そうかもしんない、うん、今日一日だけでもいいじゃない、創立記念日なんだしね、うん、創立記念日とどういう関係があんのよ。関係ないの。だって桜の園があるでしょ。わかった、清水さん反抗期でしょ。反抗期違うの、目覚めたのかな。何それ。どういうこと。別に大したことじゃないの。ちょっと声出してくる、屋上で。はい。結婚式の内容。あ、行きたい行きたい。おはよう。おはよう。おはようございます。今の清水部長。部長だよね。誰かな、部長。私もびっくりした、すごいパワーだった。おはよう。部長どうしたの。目覚めたんだって。何それ、どういうこと。わかんない、わかんないけどさ、たく何考えてんだか。思ってたことするとまあない、清水部長って。私あんな人だと思う。おはようございます。おはよう。ほら、そっちから入ってきていいと思ってんの。いけません。あ、でも上履き持ってきましたから。それにソファー直さなきゃなんないし。また楽しようとして。そんなこと、仕事ですよ仕事ね。仕事なんで。すいませんでした。すいません。もういいよ、入っといて。ほら早く入ってきちゃいな。おはよう。おはよう。かわいい。え、何これ何でしょ。え、何なのこれ。カーラー。そう、ほんとソファー人みたいになるの。そうだ。ねえ見て、広くていいね。部室いつもこれくらい広ければいいのに ね。だってさ、あそこ全部桜の園の装置あんじゃん。部屋の半分装置だもんね。物置で練習してる感じだもんね、いつも。あ、ねえ、あつこは。じゃあつこ結婚しないの。親は結婚はするけどね。するでしょ。うん、親が許さないじゃない。あるよね、そういうの。でもどうなるかなんて全然わかんないしな。なんかこう話してても現実味がないんだよね。でも決めるときって結構早いんじゃない。島子って電撃結婚とかしそう。そうかな。しそうで、年上のおじさまと。やだよそんなの。あやちゃん結婚するのか。私さ、あやちゃんって制服着てるイメージしかないんだよね。だってもう24だよ。だいぶ会ってないし。あ、そっか、島子そうだよね。おはよう。結婚は23か4ぐらいにしたい。あ、おはようございます。おはよう。あ、君か。おはよう。どうだったどうだった。杉山さんでしょ。そうそう、びっくりしたよね。びっくりしたでしょ、うん、私誰か死んだのかと思っちゃったわ。私もやっぱり夜緊急連絡ですとか言ったら一瞬思うよね、誰か死んじゃったんじゃないかって ね、普通思った。トゲサだって。おはよう。おはよう。買ってきたよ。ジョーベル。はい。おはよう。ジョーベル、なんか聞いた新しい情報。え、何ですか。連絡も回ってきたでしょ夜。え、私ちゃんと昨日千秋んとこ電話したよ、遅かったけど。来たよね。あ、私昨日中学ん時の友達んとこ泊まって家帰んなかったから。何それ。あんた昨日外泊したの。ええ。外泊。あんたね、うちだって外泊したいって言っただけでもう火あぶりだよ。うちなんか八つ咲きなんだから。そんな大変なことなんですか。いや全然分かってないわね。あー、これキスマーク
でしょう。嘘、え、嘘、見して見て見て、違いますよ。じゃあそれは一体何なの。あ、これですか。蚊じゃないかな。蚊蚊蚊蚊。今何月だと思ってんの。だから春の蚊ですよ。春の蚊いるのそんなの。最近蚊って一年中いるんですよ。へえ、そうなの。そうか。あ、まあそれはちょっと置いといて、その連絡網は何だったんですか。事件よ事件。そう、杉山事件。杉山先輩どうしたんですか。タバコ、査定でタバコ捨てて捕まっちゃったの。そうそう、昨日さ、ゲネ終わった後、聖火のことあって査定してさ、ほら、杉山ってうちの学校より聖火の方が友達多いじゃん。それで制服のままタバコ捨てて捕まっちゃったんだって。タバコ。マキちゃん、なんでそんなに詳しいの。昨日連絡網が回ってきた後、あちこち電話かけまくって情報を集めたの。マキちゃん結構喜んでない。喜んじゃいないけどさ、まあ、嫌いじゃないけど。信じらんないと思わない。だってさ、土曜の夜でしょ。制服でサテンでさ、タバコ吸っちゃったら、ね、無謀だよね。無謀だよね。そこで捕まった時すぐ謝れよかったのに、杉山がまた突っ張った。突っ張ったって。反抗したの。警察に。信じらんないでしょ。ダメだよね、お上に立てついちゃ。そうですよね。それで親とかに連絡行っちゃって、帰るに帰れなくなっちゃって、昨夜家帰ってないみたい。それで連絡網が回ってきたわけ。あ、そうだったんですか。あ、いつも早いんだもん。あの子が遅いんじゃん。ねえ、千代子来てる。あ、まだ。千代子のファンの子が来てんだけど。そうそうそう、本当に。会いに行っちゃおうかな。あの先輩。あ、ちょっと待っててね。ああ、教室行ってんのかな。いや、そうじゃないと思うけど。いや、持ってきたの。そうなんだ。まだ来てないんだけど、よかった、中入ってるわ。いいです、また後で来ますから。じゃあどうも、また来てね。緊張して朝寝坊してんのかな。緊張すると普通早起きするでしょ。何言ってんの島子、朝寝坊だってば。早起きだよ。モテるね千代子って。去年の文化祭の特役が効いてるよね。効いてるよ。でもね、今度は女主人役だからね。今の子ってさ、この間練習見に来てた子だよね。そうだったっけ。違うよ。嘘、だってこうやって2つ縛りにしてたあの子。うんうん、ね、髪の毛の長さがね、これぐらい違うの。これぐらい。そんだけ。おはようございます。さとみ先生来ましたよ。さとみ先生来ましたよ。あ、先生来たみたいよ。おはようございます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 。みんなそのまんまでいいから聞いて。これから各自自分のクラスへ帰ってホームルームに出て出席を取ったらもう一度ここへ集合ね。はい、テキパキやって準備ね。はい。はい。しおみ何やってんの。城丸さん、はい、全員揃ってる。あれ、多分じゃないでしょう。ブーブーでちゃんと出席取らなくちゃ。先生、倉田さんはまだ来てないんですけど。ほらほら、あんなしない。多分じゃないでしょ、多分じゃ。倉田さんまだ来てないの。うん。どうしたのかな。
誰がいるのかと思った。なんだっけ、それで。ただの遅刻だと思いますけど。はい、うん、連絡ないから遅刻でしょ。いいわ、ホームルーム行ってらっしゃい、はい、私が後でお家に電話してみる。はい、はい、失礼します。失礼します、はい、清水さん。はい。ホームルーム出なくていいからちょっと残ってて。松原先生に私が後で言っとくからいて。はい。あ、先生、杉山先輩がまだ来てません。うん、それは分かってる。座って。はい、座って。どういうこと、その髪。別に、ただのパーマです。ゆうべ連絡も回ったと思うけど、杉山さんのことで。それでちょっと困ったことになりそうなのよ。杉山さん今校長室に来てるけど、ご両親と一緒に。私昨日電話来てからずっと考えてたんですけど、これで中止になるってことあるんですか。桜の園中止になるっていうこと、やらないっていうこと。大丈夫よ、それは。本当ですか。大丈夫よ。だって桜の園やらない、創立記念式典なんて聞いたことないもの。だから清水さんたちは予定通りちゃんと準備して、それで全部無事に終わったら改めてその紙の話をしましょう。きちんとね、長くなりそうだから。それと城丸さん。はい。昨日のゲネプロで2幕目のあの照明、あれまた遅れたでしょ。あれ解決した。ああ、あれは堀口さんが悪いんじゃなくって、スイッチが時々おかしくなるらしいんですよ。そうそう、一つダメなスイッチがあるのよね。そうなんです、それが2幕目のあのスイッチなんです。スイッチがダメだからってそれでいいってもんじゃないでしょ。どうしてもっと早く言って直してもらわなかったの。でも何回かガチャガチャやってるとつくから大丈夫だって。誰が。堀口さんが。何言ってるのよ、それじゃきっかけも何もないじゃないの。いつから、いつからそれ分かったの。去年も誰か言ってましたけど、とりあえず今年はこれでやって終わってからゆっくり直せばいいって。何、じゃあ去年壊れたのがそれがそのまんまになってるわけ。でもあれ年に1回桜の園でしか使わないから。話してても何も解決しないわよね。スイッチの何が悪いのかな。断線してる。ちょっと分かんないです。そうよね、聞いて分かることじゃないものね。今から言ったってしょうがないけど。それで私は何をしなきゃいけないんだっけ。あ、倉田さんのうちに電話よね。電話電話と。本当お願いね。はい、はい。なんか危ないな。え、やっぱりそう思った。準備して突然中止になったりしてね。教頭先生とか有田先生とか、あと坂口なんか言いそうだよね。ねえ里見先生さ、さっき私たちの前では大丈夫とか言ってたけど、職員会議とかになっちゃうと何にも言えなくなるんじゃないのかな。若いし発言権なさそうだし。坂口とか有田とか絶対言いますよ。言うよね、里見先生って言うたんだし。坂口って里見先生の担任だったんでしょ。それ本当。確かそうですよ。
全然知らなかった。3年間ずっとそうだったって。3年間もだから坂口の態度もでかいんだ。まあね、それ教えようが先生になって職員室いるんだもんね。だから坂口は里見先生のこと全然先生扱いしてないんですよ、よく見てると。そうだよね、そうそう。清水先輩、ん？中止になるってことあると思います？わかんないな、それは。そうそう、準備しよう。あ、そうですね、うん、黒板にさ、今後の予定書いておけばいいよ。はい。さんだけ？え、俺さっきまで清水先輩いたんですけど、みんなはホームルーム行っちゃってて。そう。倉田先輩遅刻ですか？うん。みんな心配してましたよ。大丈夫なのに心配なんかしなくても。でもまだ間に合うんじゃないですか、ホームルーム。そうね。でもいいや、どうせ遅れてきたんだし。見飽きても見飽きない、たまらなく懐かしい気持ちだわ。私の子供の頃、清らかな時代、私はこの子供部屋で眠り、ここから庭を眺め、毎朝私と一緒に幸せが目を覚ましました。庭もこの通りだった。そっくりそのまま、どこもかしこも真っ白。ああ、私の庭。暗い道よ。千代、どうしたの？おはよう。おはよう。おはようじゃないよ。ホームルーム終わっちゃったよ。あ、本当？でもいいや、今来たとこだから。電車乗り過ごしてさ、西原のまで行っちゃった。なんだ。しっかりしてよ、主役なんだから。あれ、千代子。おはよう。おはよう。職員室行った方がいいよ。欠席のままになっちゃうよ。早く行った方がいいよ。なんで？職員会議だって。職員会議？そう、臨時の職員会議だって。急いだ方がいいよ。そこ聞いてませんよ、私そんなの。じゃあ里見先生来ないんですか？うん、そうなんじゃないの。私に聞かれてもよくわかんないけど。じゃあ城丸さんも行っておいでよ。はい。3分以上走る。あ、はい。よかった、千代子来て。本当、昨日のゲネプロのこと気にしてんじゃないかって心配しちゃった。着替えなきゃ。何してんの玉木。見て倍速。玉木見た。千代木。里見先生昨日厳しかったね、千代に。やっぱりゲネプロであんだけ突っかかったりしてたらね。上がっちゃうのかな。じゃないのかな。行動で練習する前まではすごい上手かったもん。1週間ぐらい前からだよね、上がり始めたの。でもみんなそうじゃない？私も上がってる。平気、しまこ神経ぶっといから。しまこ、あ、で早く着替えた方がいいよ。うん、千代来たよ。いた。あ、杉山さんもさ、学校来てるってよ。本当に？そうそう、うちの組の田村がさ、さっき渡り廊下のとこで見たって言ってたよ。え、じゃあなんでこっち来ないの？わかんないけどさ、ねえ。合わす顔ないんじゃないの？きつい。そう？そう？そうでもないんじゃん。怒んないでよ。しけしけ。ケイちゃんで遊ぼう。ケイちゃんで遊ぼう。風通しいいよね。すっごい気持ちいい。ねえ。上がんない。すごいわ。今日しんちゃん来るの？来ると思うけど。はい、仲直りした？まだ。いい加減素直になんなさいよね。だって私。堀口、高野。
二幕目のさ、はい、いつもあそこ遅れるでしょ。はい、あの、ガチャガチャの電話つきます。言い訳しないで早く見てきて。早くね、早く。マキちゃん、ちょっと聞いてて。僕はその最前列にいるんだ。ねえねえ、こないだあつこたちが言ってたさ、チョコレートスピリットの中に入ったバニラのやつは。でもさ、私今すっごい貧乏な人たちに教える。今月の小遣い使わたしててさ、今日14日でしょ、25日まで10日だよね。430円乗り切れなくちゃなんないの。1日43円だよ。そうだよね、おじさんがなんか赤ちゃんこうやって出てくるって。そう、前だけの男が撮ってんだって。そう思っていいの。今時さ、43円でできることって何があるのかな。前借りとかしないの、親とかに。してるよ、しまくってるよ。だって今月の小遣いって本当は7月分の小遣いなの。何それ。妹からも変えてるし、兄からも変えてるしさ。壮絶な話。壮絶でしょ。壮絶なのよ。ねえ玲子、ちょっと助けると思って貸してくれないかな。マジで返すから。だって君ちゃんに返すと帰ってこないって噂なんだもん。ねえ清水さん、まだ着替えてない。本当だ。ねえ、さとみ先生来ないね。あ、そうだね。ね、口はばったいこと言うようですが、なんかどうしたんだろう。ねえ、どれ行くとするか。ぶっ叩いた。そうなの。この間しんちゃんが家に遊びに来てさ、いきなり押し倒されちゃって。そう、ほんとだからぶったたいちゃったんだってば。だってさ、いきなりだよ。いきなり来るんだもん。でもさ、1年以上も付き合ってんでしょ。あ、キスとか順調にしてんの。そりゃまあね、多分しんちゃんばっかり悪くないじゃない。彼だって男だしね。やっぱしなくちゃダメなのかな。いや、別にしなくちゃいけないって言ってるわけじゃない。でもあれって痛いんだよね。らしいよ。すっごく痛いんだよね。なんかね、ここからずーっと裂けちゃうくらい痛いんだって。カシッと抱きしめられて、ぐっとしがみついて。しまこの、しまこ、さてひっくんと。やだ、何言ってんの千秋。私も、マジか。なんだよ、もう私覚悟来てるのよ。そう、貞之君の家ってさ、お米屋さんでしょ。家族が一日中いるのよ。で、私遊びに行くと、お父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんと、もう家族総出で出迎えてくれるんだよね。それって怖いよね。覚悟できててもなかなか環境がさ。わかるわかる、環境がね。千代帰ってきた。千代、千代どうだった。どうだった。桜の園中止になるかもしれない。嘘でしょ。桜の園中止になるかもしれない。どうして。杉山さんのことで今職員会議やってて、里見先生大泣きしてんの。何それ本当なのね、城丸さん。庄司を起こした生徒が出演する桜の園は創立記念式典の名を汚すとか坂口が言って。何それ。高校野球じゃないんだからさ。里見先生泣いてるの。坂口とすごい言い合いになってて。かわいそう。ねえ、まだやってるかな。多分。行こう。見に。そう、ねえ行こう。私たちも行こう。行こう。その頑張ってください。はい、後でお芝居終わったら一緒に写真撮ってもらえませんか。桜の園の衣装のままでお願いします。まあいいですけど。よかった。すいません、無理言って。いいえ。城丸さん行こう。え、職員室。また行くんですか。ごめんね、ちょっと行かなくちゃいけないの。
水さん。すいません。大丈夫？あ、私は全然。あ、今みんな出てっちゃったの。なんか職員室で揉めてるみたいで。そっか。ですよね。はい。あ、私中野敦子の姉ですが、妹は中野さんは今ちょっと。そう。じゃあこれ差し入れ。どうもありがとうございます。早く食べないと溶けちゃうかも。どうぞおかけになってお待ちください。中野さんすぐ戻ると思いますから。いいのいいの、それ届けに来ただけだから。じゃあ桜の園頑張ってね。はい、どうもありがとうございます。ごちそうさまです。しよっか。冷蔵庫入るかな。ちゃんと人数分ありそう。うん、あるよ、ちゃんと。中野さんのお姉さん、あんまり中野さんに似てなかったね。うん、綺麗だった。中野さんももう少ししたらあんな感じになるんじゃないかな。あ、それあるかもね。入りきらないよ多分。演劇部3年の清水優子さん、杉山典子さん、至急進路指導室まで来てください。繰り返します。演劇部3年の清水優子さん、杉山典子さん、至急進路指導室まで来てください。なんだろう、中止になっちゃったらどうするの。そうだよ、すいません。中野さん。はい。さっきね、お姉さん見えて、これ差し入れ。お姉ちゃんが、はい、見てアイスだ。城丸さん、はい、冷蔵庫にも入ってるから、はい、みんなに配ってあげて。はい、ちょうだい。アイス、アイス、アイス取っていいよ。アイス食べて。の分取っといてね。はい、ちょっと行ってきます。はい、はい、まだ行ってちょっと。あつこってさ、お姉さんいたんだ。うん、家で育てて一緒に住んでないんだけど、6月に結婚するんでさ、今家に帰ってきてて準備してんの。お姉ちゃん、うん、いくつ。24か、うん。ねえ、6月ってさ、ジュンブライドじゃない。そう、ジュンブライド、いいでしょ。ジュンブライドってさ、結婚式場すごい高いんでしょ。あ、そうでもないみたいよ、よくわかんないけどね。24だったら結構離れてるんだね。歳、うん、7つも違うの。え、間とかいないの。うん、2人兄弟。お姉ちゃんもここの学校で演劇部だったんだ。え、桜井さんのやったの。やったっていうか、舞台には立ってないんだ。2年の5月で辞めちゃったから。中退したの。うん。え、どうして、なんで。よくわかんないけど、私が小学校の4年か5年の時かな、よくお父さんとお母さんとお姉ちゃんと恋愛してたのは見てたんだけど、よくわかんなくって。今になってそんなの聞けないじゃん。雪あるな、中退って。私、学校嫌だと思うことあるけど、中退ってできないな、やっぱ。そうだね、いるいる。
お姉ちゃん桜の園のあんなお衣装着てスポーツマンでこうやってお辞儀するのがやりたかったんだって。そんなこと言ってた。あ、違う。なんで私もやりたかったんだ。これ姿勢を正して目線だけしたのに。謝らなくてもよかったのに。え、別に謝らなくてもよかったのよ、みんなに。でも演劇部の清水と杉山、演劇部の清水と杉山、至急進路指導室まで、至急進路指導室まで来るように。以上。中止になるかな桜の園。うん、どうかな。こんなことになるなんて思ってもみなかったな。もしさ、もし中止になったりしたらごめんじゃ済まないよ、杉山。でもさ、それはまだ分かんないじゃない。分かんないけど、中止になる可能性だって高いわけでしょ、今のままだと。どんな感じだった、さっき見に行った時。詳しいことはよく分かんないけど、私たちが行ったら里見先生泣いてて、もう顔ぐしゃぐしゃで、来年来年って言ったってあの子たちはもう卒業してるじゃありませんかって。それって来年もあるから今年はもういいってことでしょ。そうだと思う。でもさ、今さら中止にできるの。伝統生きる岡学園創立記念式典でしょ。そうだよね。だってさ、伝統生きる伝統生きるって言っててもさ、伝統の桜の園を中止にしちゃったらね。それ有田先生が言ってた。え、アリゲーターが里見先生フォローしたの。どういった状況でも桜の園は上演すべきじゃないかって。はあ、いいそう、アリゲーター。でもそれって桜の園のこと考えて言ってんじゃないよ。そうやつだよね、アリゲーターって。でも結果的にできればいいわけでしょ。まあそうなんだけどね。そんな大変なことじゃないじゃない、職員会議開いてさ、里見先生泣かしてさ。そらさ、杉山も悪いけど捕まった謝ったわけなのにさ。反抗したんじゃないの、さっき言ってなかったっけ。ああ、だからそれはあれよ、ほら、反抗しても最後には謝んなきゃさ、やっぱ釈放してくれないじゃん。そっか、うん、そうだよね。いいんじゃないですか、そんなこと。うん、そうだよ。私さっき里見先生泣いてんの見てびっくりしちゃって。他の先生はみんな来年来年って簡単に言うけど、来年って今3年の先輩たちがみんないなくなってて、なりたくてもなりたくなくても私たちはみんな3年になってて、それで同じように創立記念日が来て桜の園やって、その時もやっぱり桜なんかいっぱい咲いてて、それって多分今年と同じだと思うし、今年と同じっていうか去年もその前の私たちが入学する前もずっとずっと同じだったと思うんです。そんな中にずっといた坂口なんかには全部同じに見えるかもしれないけど、先輩たちは今年しかないんですよ。私たちには来年しかないんです。それしかないんですよ。それをあの坂口なんかに泣いて言ってる里見先生って、なんていうか、坂口なんかには絶対分かんないだろうけど、私毎年毎年同じように咲く桜ってなんか許せないっていうか、こっちは次々卒業していくのに全然変わらないのなんて、そんなの。でもさ、私今日来る時桜の並木見て思ったんだけど、去年と同じだって。それで去年は何してたっけって思い出して、桜見てると、桜咲くの見ると結構思い出すんだよ、いろんなこと。それあるよね、桜見るとね。そっか、あと1年したら私たちもうここにはいないんだね。そりゃちょっと寂しいよね。あと1年か。あと1年ないんだよ、もう。そっか、里見先生頑張ってるよね、情熱持ってさ。ダメ出しきていいけどね。差し入れはじゃない。でもさ、ほんとダメ出す時ってめちゃめちゃいいよね。すごいね、もう大変。でもさ、ここまで来たんだから
桜のそのやりたいよね、きちんと。来年さ、桜見たら思い出すよね、こうやって話してることとか。どっかでそうだよ、きちんとやって里見先生のあの涙に応えないと。あの涙って里見先生の涙見なかったじゃない。まあそうなんだけどさ。それってすごい青春ものみたい。だって青春だもん。ハズレだ。私もハズレ。あ、私当たった。ハズレも当たってる。発生とストレッチしよう。捕まった時のこと話して。捕まった時のことって？どんな感じだったとか。別にそんなドラマチックな感じじゃなかったけど、聖火の子たちがサテン入っていきなりスパスパやりだして、したら人相の悪いおじさんたちが入ってきて、君たち高校生だろって言ってそのまま連行されちゃったの。杉山さんは捨てなかったの？私昨日は捨てなかったんですよ。桜の園だし、私喉弱いからここのとこ禁煙してたんです。噂とだいぶ違うな。うちの学校って事件少ないからみんな面白がってんですよ。そうそう、そうみたい。聖火の子たちと話してると面白いですよ。みんな育ち悪くていいんです。育ち悪くていいのか。そうなんです。私杉山さんのことで桜の園を中止しようなんて先生たち言い出したら創立記念式でめちゃめちゃにしちゃおうかな。暴動でも起こして。暴動ですか？そう、ボイコットなんかじゃなくて暴動。みんなでさ、桜の園やらせろって暴れるのよ。でもみんなやってくれないだろうな、いざとなったら。私一人でどっかに立てこもろうかな。その時は手伝ってくれない？いいですよ。やばいですよ。あ、これさっき部室で拾ったんだけど。ください。部長こんなの持ってたら本当に桜の園中止になっちゃいますよ。でも大丈夫？大丈夫、今度は捕まんないようにするから。清水さん、パーマかけたんですね。うん、似合ってますね。ありがとう。なんか言われた先生に？部室以外ではこうしてたの。別に先生に見せるためにしてきたわけじゃないから。倉田さんなんて言ってました？え？倉田さん。どうして？え？どうして？だって倉田さんに見てほしかったんじゃないかなと思って。だって清水さん倉田さんのこと好きなんでしょ？それってどういう意味？え？別に言葉通りの意味だけど、なんとなくそう思ったの。どうしてそう思ったの？やっぱりなんとなくとしか言えないけど、いつも見てるし。でも別にレズとかそういう意味じゃなくって。杉山さん、どうして女子校来たの？うちは父親が無理やりって感じで、私は共学行きたかったんだけど。でも共学ってかえって大変みたいですよ。生理の時とかナプキン入れたポーチ持ってくと目ざとく気づく男がいたりして。そうだよね、小学校の時苦労したな。男の子に見つかっちゃってからかわれてさ。ひさ、そ
違うよ、悲惨よ。ハンカチで包んであったのを引っ張り出されて、みんなの前で今日清水これなんだよってね。嫌なガキ、本当に嫌なやつでさ。だから私一生許さないの。彼がこれからどんなに立派な人になると、私にとってはあの時のままよ。ナプキン振り回してたあの時のまま。そういえばいたな、胸の大きい子がブラジャーしてきて線が見えるって散々からかってさ、泣いちゃったもんね、その子。子供の時のことだっていうのも聞いてやんないの。生涯恨んでやるの。許さなくていいんですよ、別に。だから清水さん女子校来たんですか？うん、かなり大きな要素だったかな。桜の園やるからね。それだけみんなに伝えて、桜の園やるからって。なんだ、清水さん。ん？暴動できなかったですね。うん、残念。残念。行こう。打ち上げどうすんの？打ち上げってまだ桜の園終わってないじゃん。だから終わってから。終わってからね、そんなの全部無事ね。終わるよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、さとみ先生さ、うん、泣きやんだかな。どうもすいませんでした。今後の予定は言った？あ、まだです。じゃあ言って。はい。柔軟しよう。45分までにはメイクと着替えを済ませてください。とあと50分までには行動の裏口に。それはあとで。今何時よ？今。あ、今半です。じゃあ早しよう。どうですか？何で今頃に先に急いで先に来よちょっといい？ワン、ツー、スリー、フォー、クラタさん。ワン、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー。クラタさんがこっち見てますよ。うん。ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー。アイス。え？アイス忘れないようにしないとね、私たちの分。ワン、ツー、スリー、フォー。
1 2 3 4 5 6 7 8 1。いい行事。これって桜の匂いかな。うん、今が盛りなんだろうな。あとは散るだけ。杉山さん。うん、私本当のこと言うとね、今まであなたたちのことあまりよく思ってなかったの。うん、分かってた。羨ましくてさ、自分にはできそうもないことしてるみたいで。でもパーマかけてきたじゃない。元気出たのかな。倉田さんのこと好きなのも本当。あの人ってさっぱりしてて素敵よね。一緒にいれるだけで嬉しくって。ですか。これこれつけとけばアクセントになって胸目立たないでしょ。縫い付けてもいい。針と糸持ってきたの。よかった。ゲレ見てて何か気にしてると思って。私もね、結構早くから胸大きかったから苦労したの。ませてるとか言われて、知らない男の人に急に胸触られたりしてね。悪いことだと思ってた。歩く時も猫背になっちゃったりして。私はその上背もでかいから。ちょっと小さいんだよねこの衣装。でも倉田さんそんなこと気にしないと思ってた。さっぱりしてるから。私はもう少し女の子らしく生まれてきたかった。初子や清水さんみたいに。私
私は女らしいとか可愛いとか一度も言われたことないのよ。いつもしっかりした子って言われてね。嫌なんだけどね、そういう風に言われるのって。はい、できた。どうかな、どう、なんで私らネフスカヤなのかな。私らネフスカヤって女主人って絶対清水さんだと思ってた。じゃあ倉田さんは何がやりたかったの。ロパーヒンとかガエフとか女じゃなければ何でもよかったのに。だって私女の役なんてやったことないし、そんなのできないよ。私好きよ倉田さんのラネフスカヤって。清水さん、私桜の園中心になればいいって思ってるの。今からでも中心にならないかなって。地震でも火事でも何でもいいから中心にしてくれないかなって。この頃は生徒の生活指導がなってないからだって先生に向かって怒ってんのよ。ええねん。でもそんなに大問題になっちゃってんの。杉山先輩、昨日の夜大騒ぎになって、それで今日だからね。あっち大変じゃない。もうみんなさ、杉山先輩のことだって分かってんのに、我が校のある生徒がとか言われてんの。うわ、だってさ関係ないじゃんね。そうだよ、別にさ今時高校生がサテンで一服したっていとまだ。そうねえ、里見先生どうなっちゃってんの。黙ってそれ聞いてんの。それがさいないの。いないって。例のさ、あの雲隠れしちゃったのよ。バックれちゃったんだ。そう、若い先生いじめちゃダメじゃんね。ねえ、だからさみんなちょっとここで待っててよ。花見でもしてさ。ね、香織どこ行くの。え、あ、里見先生いないからしょうがない、清水先輩に相談してくる。毎年毎年よく咲くよね。ロシア中が僕たちの園です。地球は広くて美しい、そこにはたくさんの素晴ら。マユミうるさい。全然ダメ。ひょっとしたら昨日よりも上がってるかもしれない。本当に。でももう誰が何言ってもダメみたいよ。なんかそんな感じだったよね、うん、でも大丈夫じゃない、千代だもん。そうだよね、大丈夫。貸してこれ。考えてもごらんなさいアーニャ。いやはやあなたはまず自信になってくださいませ。わしはまだ選んでも惚れたでしょ。惚れたでしょ。どうぞ。あなたもお召しになったの。桜の園取りに来たんだよ。そうだよね。ってことは誰かのお父さんとか。
父さん、ねえ、誰の？久保田先輩のお父さんだよ、きっと。ほら、久保田真希先輩、歩き方、ほら、見てみ。花見です、花見つき。でしょ？そうね、何が似ているのって言ってる。似てる！似てる！ねえ、あれ絶対似てるよ！だってよ！似てるよね！ねえ、桜の園見ないで帰っていくやついる。ねえ、まだ続いてんのかな、PTA のつまんない話。そんなことしてっからお客に逃げられちゃうんだよね。PTA の話終わりました？まだ、まだやってるの。だからもうちょっと待ってて。あ、さっき香織が探してました。城丸さんが？先生バックれちゃったとか言って、消えちゃったって。いるじゃない、ここにこうやって。あ、でもさっきいなかったから。私探してる暇があるんだったら搬入の指示出しなさいってあったらせっといて。はい、はい。先生はどこ行くんですか？ん？ちょっとバックれてくる。あんなバカな奴らの話なんか聞いてられないわよ。レオニーダーどうしたの？領地が売れたかどうかそれだけでも分かればね。私今度の災難があまりにも嘘みたいだから何を考えていいのか見当さえつかずにぼーっとしているの。今にも私大声でわめき出すか何かバカな真似をしそうだわ。私を助けてペーちゃん、私を助けて、私を助けてペーちゃん。私今度の災難があまりにも嘘みたいだから何を考えていいのか見当さえつかずにぼーっとしているの。今にも私大声でわめき出すか何かバカな真似をしそうだわ。私を助けて、私を助けてペーちゃん、私を助けてペーちゃん、私を助けてペーちゃん。いたずらだよね。新学期になってからでも初めてじゃない？春休み前よくなったよね。もしかして本当の火事だったりして、結構中止になっちゃったりして。まさか。倉田先輩？
結構やるじゃん。昨日さ、大丈夫だった？あれからどうした？家帰って親父にはたかれたよ、思いっきし。別にどうってことないけどね。生徒手帳まだ帰ってこないけど。あ、そうだ、あれいつ返してくれるのかな。あ、杉山の方の被害は？ああ、私もいろいろあったけど大丈夫、どうってことない。あのさ、杉山がさ、前に言ってたじゃん、素敵な人がいる。そうだ、杉山の憧れの人。そんなんじゃないって。え、前に言ってたじゃない。その人もさ、桜の園出るんだっけ？出るよ、駒使いの役で。駒使い？うん。そんな変な役なの？いい役。どこが？それで杉山の役は？その駒使いが好きになるパリ帰りの男。やっぱりそうなんじゃ。気持ち悪い。危ないな。いいから、とにかく行動行ってて。あ、うちらさっきまで行動にいたんだけどさ、杉山の話したよ。やっぱなんか事件になってるみたいじゃん。大丈夫か？大丈夫だって。とってことない。私もうすぐ集合しなきゃなんないから行ってて行動。わかった。それじゃ頑張ってね。頑張れよ。見たの？それ本当に。あ、見たっていうか間接的に。見てたんじゃないの？まあ。大丈夫よ、そんな心配しなくても。はい。開演遅れるってどれくらい遅れるの？15分かそれぐらいだと思います。いやでも今。分かった、じゃあスタッフには15分遅れで知らせといて。はい。ああ、なんか私朝から走ってばっかり。分かるわよ、私も去年やったから。そうですよね。じゃあ私来年は清水先輩みたいになれるかな。何よ、私みたいって。来年どうなってんのかな。私来年？来年は一つ年取ってるでしょ。そりゃそうですけどね。私ね、今日18になったの。今日誕生日なんですか？そう。おめでとうございます。ありがとうございます。18か、また一つ年取っちゃった。18か。ほら早く行って。はい。シマコってお姉ちゃんみたい。あやちゃん？うん。今度からあやちゃんって呼んであげんね。でも舞台で間違ってあやちゃんなんて呼ばないでよ。持ち込まないよ。我らだよ。分かってるよ。来たよ。もうびっくりした。あ、行動行ってたよ、行動に。こんなとこで二人でいたら誰に見られるか分かんないでしょ。大丈夫だよ、誰も見てないから。誰もいなくっても誰が見てるか分かんないでしょ。誰も見てなくて誰が見てんだよ。何理屈言ってんのよ。分かってないな、女子校って。もうタバコ。え？タバコとライター貸してくれよ、さっきの。ほら。あれ、あれだよ。タバコはいいけどライター、あれもらい物なんだよ。あれね、探しとくから行動行ってたよ。おう、絶対だぞ。分かった。あれはな、まあいっか。ねえ君、僕たちは多分これきり二度と会うこともあるまい。そこで一言お別れに君に忠告させてもらうがね、あんまりそう威張るなよ。やめたまえ、その癖は。やたらとそっくり返るのはね。例えばほら、今度のここを別荘地にしようっていうのだってそうだ。別荘住まいの連中がやがて独立して農場主になるだろうなんてね。そういう計算をすること、つまりはそれなんだよ。ともかくまあ、僕は君が好きだ。君はまるで芸術家のように繊細で優しい指をしているが、アンクッションで君の心も繊細で優しいよ。真ん中へ。
さよなら君。何もかも君に感謝するよ。ところでもし入り用だったら道地の費用に少しばかり持ってかないか。どうして僕が。いらないよ。だって持ってないだろうが。ございます。恐縮ですが貸してくださらぬか。240ルーブリだけ。明日売り主の担保を払わなくてはならないので。私本当に1万もないのよ。なあに、すぐに出てきますよ。決して希望は捨てませんって。あいつ自分のことばかりだ。240ルーブリ、利子の担保を払うんでね。お金なんてありませんよ。私いいじゃないですか奥さん、わずかな金額じゃありませんか。じゃあいいわ、レオニードに頼みましょう。もう少し。レオニード、出してあげて。そんなのよし、出してやろう。ポケット開けて待っているがいい。やったー、出してくれるの嬉しい。ありがとう。ポケット240円でいいんでしょ。えだって今240って言ったじゃない。それは240ルーブリ。240ルーブリってさ、日本円でいくらぐらいなのかな。600ペソぐらいじゃない。日本円でって言ったでしょ。新規なことを思ってない。もしかポーレポリしか果てしないの、行くひづめの音、たくましつわもの、たくましつわも。あー、よし行こう。私たちも行こうか。千代行こう。ごめん、先行ってて。うん、行こう。平気？うん、行こう。あ、よしよし。私のいい子が帰ってきた。ペッピーさんが帰ってきた。これありがとう。緊張してる？うん、ちょっと。中心なんかなんない。覚悟決めよう。うん、覚悟はしてるけどドキドキしちゃって。大丈夫よ、そんなの。私セリフも多いし長いし。私の子供の頃、清らかな時代、私はこの子供部屋で眠り、ここから庭を眺め、毎朝私と一緒に幸せが目を覚ましました。庭もこの通りだった。そっくりそのまま、どこもかしこも真っ白。ああ、私の庭、暗いどんよりした秋と寒い冬を越して、お前はまた若々しく幸せでいっぱい。天使がお前を見捨てなかったのね。私のこの胸や肩からこの重石を取り除けたら、私の過去をきれいに忘れることができたら。大丈夫よね。うん。ポーズつけて。はい。いい？いいよ。どの辺まで入ってる？うんとね、
これぐらいまで入ってる。足元も入ってるから。ちょっといい？ありがとう。いくよ。私倉田さんのことが好き。ダメ？ううん、ダメじゃない。倉田さん好きよ。うん、大好き。嬉しい。もっと言って。好きよ。大好き。本当よ。うん。取ろ。うん。もっとやろ。もっと。清水さんと倉田さん。はい、いるよそこに。あ、待って。清水さん、倉田さん、時間よ。すぐ来るよ。はい。ジョマルさん、これお願い。あ、これ杉山さんが持ってたんですか？あなたの？あ、ええ、まあ一本もらっちゃったよ。行こう。新鮮でしたよ。え？いや、新鮮でしたよ。昨日ゲネプロを拝見して、今までいろんな先生が演出なさったけど、今までにないみずみずしい桜の園でしたよ。中村先生？はい。お若い頃お芝居なさってたんですって？芝居をしてたというほどのものじゃないですよ。裏方でしたから。それも若い頃で、もう昔話ですね。桜の園もやったことありますよ。
戦争が終わって何年かしたくらいの頃だから何にもない時代でね、そこで裕福なロシアの貴族が没落していく芝居なんかやるもんだから仲間内では随分いろいろと言われて、なんでもっと自分たちの切実な問題をテーマにしないのかって。でも桜の園みたいなものをやると多少援助金も出たんですよ、あの頃は。それでなんとか演劇をやりながら生きていくことができたんですよ。自分たちが抱えている、自分たちにとって切実なテーマを選んで芝居を作ろうってね。そんなことを言ってる割には僕はそこから離れてしまって、だからいつも僕はこの創立記念式典の桜園の勝手な思い入れをして見てるんですよ。来てるかな、こいつ来てる。いやいっぱい来てる。すごい、何これ。あ、なんか緊張してきちゃった。私もどうしよう、どうしよう。千代、千代すごい綺麗。うん、背が高いからすっごく映える、いいなスタイルいいと。よろしくわりゃ、よろしくあにゃ、よろしくお母様、よろしく奥様、よろしくドニャーシャ。生徒手帳を見せなさい。生徒手帳を持ってません。何？コードどっちですか？え？失礼します。待ちなさい。桜の園を上演いたします。さん、今日誕生じゃない？確かそうでしょ、4月14日。本当に？おめでとう。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 ありがとう。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuko. Happy birthday to you.行きます。はい。伊豆諸島の神津島では